よし、やっていこう。キサコンキサバさばあきいつもよりとんでもないかいけどね今日からね三つ VS オーディションだし鍵も決まっていこうえ <laughs> なんだこれなんだっけ大方きさんが作ったんだろうけどそんなこと忘れたなあ <laughs> いつだってそうだったんでしょうトン <laughs> あ なんか今日すっごいなんかフェイスリボが重いんだよな普段と同等差のはずなんだけど音量、音量下げも早いし BGM のアラギが一人の時は BGM 普通にオンでやってるんだけどやっぱね BGM を <laughs> っごめんなさいあああがああ調子が悪い なんでだ？秋ずっとサムネイル作ってたからかな？け <laughs> んさんこん来た。こんばんは。来てくれてありがとう。あ、そうだ。スマホ用意してないよ。今日。今週用意しとこう。でちょっと今日充電ないから狭い方がまさっきまでラグすっごい頑張ってさ。今後のさあのね、サムネイルを作っていて。 <laughs> なんかそしたらその SBS オーディション参加中っていう文章を必ず入れなきゃいけなかったんだけどなんかその文字がすっごくちっちゃくなってしまうてだからどうしようってまた作り直しかなーってちょっと待ってねこれが今今ライブになってるのってどれだえっとこれか これだな。これだ、これ。よし、コメント見れた、コメント見れた。ちょっと。時はスマホ立てられないんだよな。充電、充電器してるから。よいしょ。父さん、こんばんは。来てくれてありがとう。間に合ってます、間に合ってます。てか、今日いつもよりすっごい早く始めてるから、むしろすごい。ありがとう、来てくれて。いや、もう今日からそのいつも演奏オーディションのやつですよ、みんな。緊張するね。 あの審査員の人がねどういうとこを見るかとかがね我々はねよく聞かされてないから怖いようん怖いわちょっと今今道を整備中です未知なる道をフフ <laughs> やかトンさんありがとうねうんあのこのラギがあの直接変身することはないんですけど やってもいいのかもしれない。ちょっと見苦しくなってしまうからやってないんだけど、そのあの待機所とかのコメントは全部あの目を通していますので、ね、ああ、ありがたいなと、毎毎,毎度毎度思っております。ありがとう皆様。ていうかみんな本当お二人とも早いね。今日すっごい本く始めちゃったから、これはちょっとしばらく誰も来ないかもしれないなって思ってたんだけど。 嬉しい、ありがとうよいしょ種してるなんかこう道をつけるだけでもなんか十分なんかなんか <laughs> 博物館っぽくはなっている気がするよ今日はねラギねあのあの昨日の新新あの,あの新,新,新,新しい版の あの大人の国を見てたよ。あなたに花をあげましょうってやつだね、確か。うん。てかこれだね。<laughs> 確かじゃなくて。確かじゃなくて。この歌が入ってる。あれだよね、キノがほら、あの、ね、実は自分が何と呼ばれていたかよく覚えていない名前を変えるととても悪く な,なんだっけな何かの花の名前だったけれど少し変えるだけで悪口に聞こえてしまうからっていう機能がチューリップ持ってたやついやー大人の国は怖いよねー <laughs> 私たちは大人の国に生まれなかったことを感謝しつつ生きなければならないよしこんな感じでいいかな結構伸ばしてみましたよ伸びたじゃあレールの上の3人の男やっていこうか やらき的にこれが一番難しい。いや、一番ではないけど結構難しい気がするんだよな。えーと。1、2、3、4、5、6、7、7か。7ね、7。7、7、7, 7。1、2、3、4、5、6、7。昨日のキャラデザの あねねねね,ねやっぱね、いいよね、その、ね新しい版と、そのね、古い版の違いも好きだし、その漫画版と逆にあの、ね、アニメ版の機能の髪型の差っていいよね。ラギも好き。でもラギはね、一番好きなのはやっぱその、あれかなもう原作版の完全に、 で、ラギンうん、劇画調の一番初期の頃のよりも、ラギは今の絵が一番好きかな。ねいいよね。やっぱ昨日のアニメの何がいいってすごく細かいところまで作り込まれてることだよね。わかる。わかりますよ、それは。あ、やばい。やばい。やばい。<laughs> 作るの見せて,てしまった。<laughs> 待って、待って。ええー、と、ええー、と、んーと、 でしょあ、ああと、これじゃなくて、こっちを。AC1 の操作がガワガワすぎるんだ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ああー。なんてこいつよいしょーい。いやー、なんかほんとなんかオーディションって怖いよね。そのなんか。 ね、切り抜き動画とかも作ってくださいというお達しがあったから、多分今日の配信はね、切り抜いても大丈夫なね、ネタにあふれたものを言ってる気がする。あ、みんな、皆様もあのね、手軽にね、くだらないことでもコメントしてくれたら、多分今日は読んでると思いますよ。いや、まあ、基本的には、みんなのコメントはみんな読んでるよ。うん。いや、なんか今日はね、もうね、うん、バラエティーに富んだものでも、よっぽどあんな、 あ、なんだ、ラギの個人情報に関わることじゃなければいいよ。<laughs> あの、マイナンバー教えてとか、通帳講座教えてって言われたら、おい、待て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 ってなるけど。だ <laughs> れは言えないからね。あと、ちょっと今日はね、コメントのね、反映が遅いかもしれない。なんでかっていうと、その、パソコン版だと反映がちょっと遅くて、それあの、いつもスマホを片手間に置いてるんだけど、 ちょっとね、スマホの充電をね、し忘れていたのでね、今、充電が空っぽなんでございますよ。だからちょっと反応遅いかもしれない。よいしょ。よいしょよいしょ。よいしょ。よい,しょよ,いよい。てか、レールの上の3人の男ってどんな感じにすればいいかな難しいよね。難しいんだよ。どうしよう。 だって、レールの温と三人の男、レールがある、レールがない、レールがある、だから、結構難しいんだよな。しかも森の中だから、天井を葉っぱにしよう。とりあえず。天井は葉っぱ。天井は葉っぱにしてみよう。ちょっと充電抜くか。よいしょ。まあ15、15%しかないからね、スマホの充電。危ないんだよ、すっごく。よいしょー どんな感じがいいかなとりあえずやっぱ森の中っていう設定だからあのダークオークの葉っぱってそれっぽいと思うのよダークオーク、ダークオーク、ダークオークダークオークこれかよいしょ、よいしょ。なんで小麦の種落としたのにまだ持ってるんだろうラけはよいしょ、よいしょ アニメ版キノはね、やっぱ迷惑な国が、なんかあの、古い、あれも確か迷惑な国だと、キノは古いと思ってたよね。古いと思ってたキノが一番かっこよかったね。あれはかっこよかったね。キノ確か古いとどこでもらってたんだっけあれを使ったキノ戦がすごくかっこよかった。にゃん。よいしょ。<laughs> お今日ああラギゲは基本ねそのあの今回五輪でねうんなんかブラックジョークでたくさんの方が叩かれておりますけどラーゲは基本さブラックジョークとかそんなに嫌いじゃないからだからあのうんあのほら概要欄にも書いてあるよね確か ラギはね、一番好きな国はね、税金の国とか、スポーツの国とか、N の国なんだよ。か前お話ししたかな。ラギそういうさ、ね、なんか、因果王法的な話好きだからさ。やっぱその悪い人は、悪い人なりに、裁かれるのが好きなんだよ、ラギは。まあ、ね、悪人はね、裁かれて叱るべきってラギは考えるから。さあどうする地面はとりあえず、 土の方がいいかな線路は一線路を置くつもりだからげはね結構ね喧嘩両成敗みたいいや両成敗でもないないじめられた人の方をどうしてもかばってしまう人間だなうんなーんか切り抜きのネタになることを話そうと思ってるんだけど 難しいんだよなぁ。なんだろう。えぇ、ー、切り抜きってみんななんかどういう内容の切り抜きなの見るちょ,ちょっと、ちょっと切っぽくしてみました。どうでしょう。こう、ちょっとね、切っぽくしていくのがポイント。コツなんだね。みんな切り抜きってどういうの好きラギー、うーん、切り抜きえぇ、ー、なんだろうなぁ。 二人の国二人の国うーん。あれは、あー、でもそっか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 。そうだわ、そうだわ。ちょっと最近読んでないから一瞬忘れた。あれはね。<laughs> まあ、あれもね、男の人がね、悪かったからね。<laughs> 確かに好きだね。<laughs> やっぱね。うん。女がいつまでも黙っていると思うな予感があって好きだよ。うん。<laughs> よくお分かりで、ね。 まさかね、旅に出た直後に殺されるとはね、思わなかった、ラギも。いや、別に私、あなたとやり直す気なんてなかったけど感が、なんともすがすがしすぎて。あとね、ラギアのね、あれ、遅れたびも、あ、まあ、あの、遅る国も好きだよ。あれ。あの、あれ。<laughs> なんだ。な、あの、ほら。 あのね、<laughs> 最近読んでないからちょっと、あれになってしまうんだけど。ね、あの、シズッかさ、雪の間になんか、なんか、ごめん。<laughs> ごめん。あ覚えているはずなのに、口からさらっと出てこないな、どうして。あとちょっと暗くなるからシーランタン置くよ。あの、ほら、あの、ほら、 なんかその、郵便局の人が、すっごい命がけで、ね、手紙を渡してきたけど、でもそんなもんいらないわよって、断られちゃって、私はそのやつに DV ずっとされてたのよ、みたいに言って、で、もなんかその後、なんか T がさ、T がね、読まなきゃダメ、読まなきゃダメってずっと言い出して、で、最後読んだら、どんな話だったんだって思ったら、ね、あの、あのろくでのしが事故でくたばったんですって、ってあれだよ。 あれはね、ひどかったよね。なんか土っぽくないな。やっぱ森の中は草の方がいいかな。ちょっと待って、二人の国なんか答えられないの悔しい。ちょっと待って、ま。待っててくれ。なんか、なんか、こういう時にさらっとなんかね、内容が一秒で出てこないな。情けないビブリオバトル強敬なんですよ。みんなわかるかいこれはね、情けないタイプなんですよ。 なんかこう、内容が出てきているのに、あの、さらっと答えられないのが、辛いんだよ。あーあい、あいみょんで、あいみょんさんの歌で、あの、昨日のたぶ、あの、あの、二人の国っていうお歌があるんやね、実際。はあ、はあ、第四巻の第三巻の、さ第三話か。すまねえ、ラギが、ラギがせん、せなんか修業式の日に図書室で読んだのって、二巻と三巻までなんだよ。わあ。 あ、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 思い出した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 あ、フライパンかフライパンってやつだフライパンってやつだわあ、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 ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう思い出した、思い出した、思い出した。あれでしょあの、あ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 れじゃあ、貴賀家彼女の旅の話したのかさっき。ごめんトムさんごめんなさいそっか、ラケが言ったの彼女の旅だ。間違えたごめんなさい。二人の国、それだあれでしょ あの、加熱したフライパンで旦那さんぶん殴ったやつでしょあ、あんた、あん思い出したわ。でだ、ねえあなた、この世に神様なんていないってことね、そうだ、あの、昨日にあの、男、夫の殺害を頼んだやつだわ。あ,あ、思い出した、思い出した、思い出した、完璧に思い出した。で、その後なんか旦那さんが、僕はずっと仲良くしてたのに、みたいに言って、で、その後奥さんが、私が独身時代お医者さんだったのは、ステージボカッボカのやつだね。 ああ、あれか、あれもいい話だよね。あれはね、<laughs> あれか。わかる、あれは、あれは良かった。読んだわ。ありがとう、ありがとう、思い出した、思い出した。ありがとう。なんかこう、追い茂ってる感が出ないな。そうだわ。フライパン強打だわ、あの話は。でもあれって結局さ、どういうことだったんだろうね。 この奥さんが最終的に暴力を振るう側になったけどでも旦那さんだって暴力振るってたわけだよねなんかあの国そのものが多分相当やばい国ってことなのかなどうだろうこれどうだろうみんな皆様これどうでしょうこれどうでしょうか皆様レールの上の3人の男どうかな変かなこうね森の中 太陽も見えぬ森の中、男が三人おりましたっていう感じなんですけど、どうだろうみんな。みんなどうだろう。ちょっと待って、やっぱ帽子赤く染めてこよう。なんかこうね、なんか帽子を、帽子の色をな、帽子をかぶせたいのだよ。ラギはそうだわ、二人の国はあのフライパンだわ。ありがとうありがとう、トムさん思い出した。 うん、あれも怖いよね。うん。でも、あれってさ、いやまあ DV の人とかってみんなそうなのかもしれないけど、何が怖いって、本人には自覚がなかったことだよね。うん。そしてしかも、あの国は暴力を振るってもなんか、笑い飛ばされちゃうっていうのも恐ろしいことだよね。なんか、いやー、どうなんだろう。 私はあの国が正しいとも言えないけど、正しくないとも言えないなぁ。だってさ、逆にあの女の人みたいにさ、いや、あの女の人は反絶望してって感じだけど、ね、なんか、ん言い方変なんだけどさ、ね、なんか、ね、うん、希望を自分の手で掴んだっていう点では、ラビはいいのかなってどうしても思ってしまう。うん。 あの、労働者の色って何色だっけところで。緑でいいんだっけなんかラギ昔聞いたことあるんだよ。なんか労働者の人の運みたいな。あ、なんか緑そんなに綺麗に染まんなかった。なんか難しいな緑。そっか、両性。あ、あ、よしよし、復習できる。よいしょ。よいしょ。これ、どうだ レールの上の三人の男、どうだろう。なんか森の中で生い茂ってる感と太陽が見えない感と三人いる男感を出してみましたが、どうだろうか。だってレールの上の三人の男って、うん、難しいんだよね。うん。これどうかな見えるかなそれっぽく。どうだろう それっぽく見える ?L の上の三人の男でちょっとラギ第一巻撮ってくるわ。一 <laughs> 巻が撮れなかった。やだ。一巻が、ちょっとフェイスリグ撮れちゃった。 一巻が、一巻が取れなかったんじゃ、一巻が。よいしょー。えい。次、確か平和な国、いや、平和な国第六だ。四殺しちゃうか。ああ、難しい。なんか、一巻の一巻の後半は難,難易度高いの揃ってますね。 生い茂ってるのいい感じほんとありがとうございますげンさんありがとうじゃあじゃあこんな感じでいいかなレールの上の3人の男でねポイントはですねこの木ですこの生い茂ってる木がポイントなんですどこがポイントかっていうとこの3人の男が木に阻まれて直接お話ができないってところがポイントになっております あの3人はその自分たちが働いていることに何の疑問も持たなかったけれどもし3人出会っていたとしたら何か誰か1人はおかしいって気づいたかもしれないだってね3えー、3人寄れば文書の知恵とも言いますでも3人はお互いに出会えなかったからだから多分ずっとずっとこれから先50年経ってまた死ぬまでうん 一人の労働を繰り返すんじゃないかなぁと、ラゲは思うのです。あ、いいと思う本当じゃあ、じゃあ、これで完成といたしましょう。レーナの上の三人の男、できた。できたよ。よっしゃ、次、殺しアムだみんな、みんなのトラウマ、殺しアムアニメ版から見始めた人のトラウマ。3、4、5。ああ、まあ、いっか。 で今ガラス置いた後に気づいたんだよ。あ、ここの下って違うブロック置いてるんだったっ。え、ヘッポコあー、ヘッポコポコスケ。ヘッポコポコスケどこへ行くせれわ、ラギの配信見てる人なら分かってると、分かるような気がするんだけど、キサラギってね、あれなんだよ。エリアスフィールコンアインツベルンさんの声真似がね、とんでもなくうまいんだよ。ふふ。 上手いんだよどれくらいうまいかっていうとね昔らにねミラティブやってたことあるんだけどミラティブでね配信してたらね「いいあの声に似てますね」ってなんか全然知らない人から言われた波にはきっと似てるんだと思うよ私はなんかそんなに自覚はないけどねうん <laughs> まあ声まねなんてそんなものだと思うけどね私は。 エリアスフィールフォンハインズベル。ンなんだろう、イリアっぽいセリフが出てこなかった。なんだ、エリアっぽいセリフって。ほいや。ほ <laughs> や。ヒド。ヒド。ヒド。難しいな。<laughs> なんかセリフがな。セリフが難しいの、ね、よ。イリアちゃんは。 ウィンテッドファイヤー,ー <laughs> これ切り抜きに使おうまあねその公式の方がね切り抜きを作りなさいと言ってるからにはね俺たちは作んなきゃなんねんだよ <laughs> 俺たちは作んなきゃなんねんだ切り抜き動画ってやつをブ <laughs> なんかその運営様がねうんなんか切り抜き動画作ってねって言ってたから。 ああじゃあ、頑張って作ろうって思って、切り抜き動画のネタをね。自分自身で自分自身にネタを提供するっていう、なんともカオスティックバイオレンスな感じなんだけど。じゃあ、これからもネタを考えていきたいと思います。なのになんか声真似した途端どうせ減るのおかしいやろってだけは思ってる。<laughs> みんな声真似は嫌ですかご注文は声真似で,ではなかったのか あー、そういえばね、ご中さん、ご中さんあれだね。なんか、新章に突入したね。なんか、知らない女の子がいっぱい出てくるようになってしまって。もう、キさらぎゃ、もうちょっと、今度はなんか、今度はもうなんか、うーん。今まで散々追ってこれていたご中さんにもついに捨てられたね。何にも置いて、ついていけなくな、もうあと、ついていけてるのがニューゲームしかないんだよね、割とマジな話。<laughs> ニューゲームしかない。あ なあ、やっちゃえわ。やっ、どんな声だっけな。やっちゃえ、ばあさんか。だっけ。見てなかったらごめんなさい。<laughs> ラギーあの、ステイナイトはあの、ね。えっ、ー、と、その3月にやってた、あれしか、見てないから。そう、なんか、あの、ラストスパートみたいなやつしか見てなくて。昨日の,の旅以外には、えっとですね、最近は、あの、起き手紙こにとてもハマっておりますね。まあ 最近というか何年も前から大好きですけど。あの、置手紙教科の最新作。えっ、ー、と、置手紙京子の、なんだっけえー違う。なんだっけな。えーと、違う。えー、違う。えー、名前が違う。なんだっけな。置手紙京子の鑑定書じゃなくて、鑑定書に限りなく名前が似てるんだけど、違うもの。なんだっけ、最新刊。おほ、最近読みまして、テストが終わったので。 まあ、置手紙さん、あなたそんな過去があったんですかって、キサラ木はびっくりしましたね。で、それ以外だと、あの、ちょっと、ラグーまだ1巻しか読めてなくって、そろそろね、2巻も読みたいなと思っているんですけど、まあ、発売されたのが2020年なのに何言ってんだこいつって感じなんですけど、なんか、人の時代は終わったけれど、それでもお腹は減りますかっていう、あの、同じく電撃文庫さんのライトノベルは好きです。 あ、似てる本当あ、よかったよかった。似てたおーよかったー。本当喜んでいただけてよかった。じゃあ切り抜こう。<laughs> ここは切り抜きポイントですね。切り抜きポイント。なんか、コロシアムってさ、その、ま、ほら、国が石造りって聞いたんだけど、石造りじゃない でもなんか、石天井に並べたらそれじゃない感が出てしまった。なんでだ。なんでだ。まあ、ラー基本その、あの話すてるけど、あの、イリアの声だったらね、うん。プリズマイリアドラ、プリズマイリアの方も、その、ステイナイトとかのイリアの方も洋服を出せるから、ああね、あの、ほら、 あの、ニコニコマ天楼みたいな、あれあるでしょあれの時にもしキサラギがいたらね、多分ね、イリア出せてたよ。うん、もったいない。<laughs> もったいない。なんだろう、イリアっぽいセリフ。<laughs> 思いつかない。<laughs> なんだろう。なんだろうな。ど、かにラビが声真似できるもの ちょっとあのラーギのマイク高い音入んないからちょっと届くか分からないんだけどあの小学生とか中学生の時にねポニョの声真似がすごいうまいっていうの言われたことあるなんか「ポニョ探検機ポニョ人間でなる」ニニャニャニャっていうねこれねなんかすっごい好評だったわあとさちょっとコロシアムの天井さやっぱあのお空にしていいかい でも、お空は似合わないなぁ、うーん。ほら、あの、昨日がさぁ、ね、あの、流れ玉の中になったっていうシーン、お空が青かったじゃないだからみんなお空が明るい中でやってるわけでしょで、なんか灰色の方がいいのかな灰色の方がそれっぽいかな灰色の空の方がいいかも。灰色の空って、行くか。灰色ー。あー、設置ミスー。 いやイリアっぽい「これあれあだねこんな未来誰か知ってた戸惑ったかほの私たち運命は笑ってるかな」って歌がねちゃんとねイリアっぽく歌えるのはすご我ながらすごいなっていう個人的に思っているあれこれもしかしてラギさんおっとおっと如月さんシーランタンの意地間違えてるじゃないですか。 何をしでかしているんですかキサラギさん。ちょっと認知症進んでるんすかキサラギさん。キサラギさん困るんすよ、こういうミスはさ。あ、そういえば、<laughs> 今話してて思い出したんだけど。あれですね、また。なんかあの、なんかさ、文化祭の話なんですけどさ、クラスの女子がさ、<laughs> ね、なんか、なんかね、そのなんか、おダンスだかの時に、 使う曲をさ決めようみたいになってさ決めていたはずなのにさやっぱ曲変えないとか言い出してさ意味わかんないわって感じになりましたねな,なんでさ決まっているものをさ変更させようとしてしまうんだあなたたちはってもうんコロシアムコロシアムの床って土だっけ土だった気がする石じゃなくて。 石石じゃなかったかな土かな土だね、多分。土。なんかこ、いっぱい土あんね。困る。いっぱいあると選べない。あれんこれ、荒い土って書いてあったはずないのに、どこも荒くなくない荒さがわかる何が荒いんだろうノンバルの土と何が違うの なんかちょっと色が違うそういうことか。そういうことなのかなすなわち。じゃあ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 。じゃあこれを、うーん、を…なんか洗い土の方がいいのかなどっちの方がいいんだろう。ポサドルポサドルでもなんか結構整ってた感じ。砂床 あの、アニメのさ、資料設定集がすごくラギは欲しいのだけれども、あれ何円くらいするんだっけ近所のブックオフに売ってなくて、<laughs> ここでブックオフというワードが出てくるのがなんとも、何とも貧乏人よ。まあ、ラギみんなに言ったかなバイト代は、アルバイト代を全額とはもう吹っ飛ばしてしまったから。もうお金がないんですよ。 あ、だから、あの、みんなみ、あれ、みんな見れないかな ?SVS オーディションで検索したら出ると思うんだけど、あの、如月が、えーと、27日だったかなに、その、あの、あの、マッチングアプリのやつの実況をするんだけど、それのね、うん、あの、ちょっとね、文章のところにね、うん。 17歳女子高生なんですけどなんか今日暇なので誰か遊びませんかみたいなの書いといたんだは。っ <laughs> う悲,悲しいななんかこれそれっぽいかなこのなんか後輩した感じそれっぽいかなどうだろう のみんなコメントしないとラギがマジで好き勝手に作ったんだからね。てかコメントしてください。お願いします。何でもはしませんけど。<laughs> なんかね。何でもしますからっていう構文ね。なんかそもそもあんまり好まれないけど、ラギはそもそも好きじゃないんだよね。何でもってみんなできないじゃん。みんなできないことなのに、軽々しく何でもします。っていうのはね。ラギはあんまり好きじゃないうん。 いやまあ、これはキサラギの持論なんだけどね。うん、<laughs> ただその、なんでもできないものをなんでもできるって言っちゃいけないんだよ。みんな。では、キサラギがね、ねこう、3D 配信で、キサラギリンゴ割りますってってもできないでしょそういうことなんだよ。<laughs> できないでしょねそれをできるって言っちゃうから、ね。 なんか、キサラギさん、りんご素手で割れるって、あえっ、ーと,えー、と、素手でぶカーってできるって言ったじゃないですかってことで、問題になってしまうんです。ねできないことをできるとは言ってはならぬのです。ならぬものはならぬのです。懐かしいな、八重の桜。あと、そうだ、さっきのお話にちょっとクルーンと戻るんだけど、 他に読んでるものとして個人的に最近ハマってるものは、あの、薬屋の一人ごとにハマっておりますね。でも最近恋愛ツっコみ始めたんで嫌いになってきましたね。はい。<laughs> 同じく、ひさらぎ、えーとね、中学生の時から、あの、えーと、雪うずきのお品書きっていう本が好きだったんだけど、それもちょっとあの、第2巻から恋愛色が一気に強くなっちゃって、嫌いになりましたね。ひどい。<laughs> あと他に何読んだかな最近だと。最近だとあの、ジャム猫さんの本がすごく気に入って読んでるかなうん。あの、ジャム猫さんの、なんだろうな。あの、さ今、図書室から、図書室で借りてる本だと、うん。これ難しいな。二つ。あ、でも片方王冠にすればいいのか。王様の顔、<laughs> この顔はスティーブでしか。 スティーブに強制的になっちゃうけど。スティーブー、スティーブの頭。頭ない。なんで頭よくしゃ。そんなクソじゃないよ、ゲンさん。ラギアもう恋愛もな、嫌いなんだよ、もう。もうみんな入ってきちゃってさ。あ、あとね、あの、これはちょっとあの、ボーイズラブの方なんだけれど。あの、あれ。あの、ちょ、去年だったかなに、アニメ化もしてたんだけど、 あの、宝石賞リチャードの謎鑑定っていうのもサラ木は読んでいた。あれはね、あれは話が嫌いになったわけではないんだけど、あの、あれですね。話があんまりにも早すぎてついていけなくなってしまった。でも基本だけがね、本読まなくなる理由はね、ちょっと待って、足組み替えるわ。よいしょ。足時々組み替えないと辛いんだよね。はい、よいしょよいしょ。 待って、あ、よしよし、フェイスリフ動いた。学園記の読んだ読んだ最近あの最新刊出ましたよね。あの、最新刊は俺らきゃわかんないけど、図書室に入ったのが最近だから。あれでしょ、第、第6巻だっけ第6巻のゆるキャン、どう見てもあの、しぐさわ先生ゆるキャンに影響されましたねってやつの。ね。すぐやる部、インキャンプ。あれ読んだよー、面白かった。あの、機能が料理ができるっていうところにラギもびっくりした。 お、おま、公式設定が、公式設定が、料理の国のあの失態はどうしたって。でもちゃんと作者さんから理由があったな。面白いよね。<laughs> あれは面白かった。ねラギ的にね、学園機能で一番好きなのは第2巻の一番最初の冒頭部の話かな。そのあの、大盛りカレーのさ、 フォークカレーが一番最難関だって聞いたぞ。あ、あの女の子どうやって食べるんだ。あれが一番好きかな、個人的に。あとやっぱ昨日のおばあちゃんがね、もうどんどん最強化してるのがね、突っ込みどころですよ。あれが一番の突っ込みどころかもしれない。どうしようこれ、これ以外に何を置けばいいんだ。困った。何を置こうあと、 何を置けばなんか殺し山っぽくなるかなあ、犬犬をこう、シズがいないシズがいない、シズが。シズ置いとこう。シズがいないんだ。なんか物足りないな、シズ、あの、シズじゃねえよ、リクだよリクだよーリクじゃんシズは逃げだよいや、まあ確かにシズもいたけど、シズもいたけども。あとちょっと額別の位置変えよう。あの、ここにしよう、ここに。 これを機能にしよう。ああ、でもこれを機能にしたら。いや、まあなんかいいか。いいや。王様、王様には、王様には死んでもらおう。ひどい。王様には死んでもらおう。王様今日がお前の命日だ。ひどい。<laughs> ひどい。ひどいな。こんなひどいことするのは一体誰うん。へえー。 こんな感じかな頭王冠。キノがの、ちょっと高めに、重心食いってして売ってたから。こんな感じでいいか、あっレイの世界あもしかしてトタンタも読んだの読んだ読んだ読んだ。読んだよ師匠ばっかね、キサラギちゃん好きなんじゃないですか、好きなんじゃないかと思って、入れましたよって教えてくれて読んだよ。あれ、あれはね、面白かったよね。いいよねあれいやー、あれはね、よかったよ。 あの、ちょっと今手元にないから、具体的に、あの、独足の国の世界線のこれがっていう名前がちゃんと出てこないのが悔しいんだけど、あの、ほら、その世界で有名な女優さんのさ、なんだ記憶なんか、ほら、その人に戻ってこれなくなってしまったの直すあのレイちゃんが良かった、個人的に。あの、何回も何回もさ、ね、あの、劇をして、 あれが良かった。あとあの、トウモロコシの話は良かったな。あのね。うん、たった一人だけ更新できる人がいたんです。その人が人間が滅ばないように管理してほしいっていうのはね。あれはね、びっくりしたね。でもなんかあの、本当に、うん、例の世界はね、奇想天外で面白かった。 ちなみにね、ラギがね、しグさわ作品で読んだことないのはね、実はね、あの、一番最初のシリーズなんだよね。そのアリソンとか、実は木更木読んだことがないの。なんかね、図書室に入ったことがないからね。ラギは基本図書室に入っていたものを中心に読んでいたから。例の世界は面白かったよ。やっぱ、しグさわ先生ってなんか、面白いよね。そういう、パラレルの 書くのが十分なんだろうかどうかななんか、あと何か足りない気がするんだけど。あと何かが足りない。何かが足りないんだ。何が足りないんだ、コロシアムには。ラギオ手製コロシアムにあと何が足りないんだろうか。なんか、物足りないんだよな。あ、あれかななんか武器飾ったら。そうだね。なんか武器を飾ろう。日本刀がないのは残念だけど。 うん、そうだね。武器を飾ろう。武器を飾ろう。うわお。あ、そういえばオリンピック始まりましたね。なんか、えっ、ー、と、8時から開会式だったんだっけ。日本刀っぽいよってやっぱこれかな。そう、やっぱ渋沢さ,さんはすごい、うん。後書きも、後書きを含め。 初めて読んだよそんな後書きがさねカバー外したところに寄付の国が寄付の国がそこにあるって初めて知った時衝撃だったなカラーギ先にさその続寄付の旅を見てしまったからあれ寄付のあ寄付の国だわ寄付の国なんてどこにあったっけって思ってたんだけどまさかカバー裏にあったなんて思わなかった刀そう静の刀っぽいのを着たくて でも残念、弓がございません。あ、弓じゃない。あの、あえっ、ー、と、あの、えっ、ー、と、パースエイダーがございません。パースエイダーがモットを入れてないので。なんだ。どうしよう。うーん。ここはラギの趣味で、クロスボウでも入れておきましょうか。あ、もうこれは圧倒的ラギの趣味で入れる、入れますよ。ラ <laughs> ギクロスボウ好きなんですよ。 フロス棒はだってほら、ね。マギアレコードでイロハちゃんが持ってたやつだからね。マギアレコードね、ラギね、どこまでやったかなちょっとだけやってたの。でもその後、あんまりにも量量が大きすぎてやめてしまった。なんでラギ壊したなんで、キサラギ選手壊したんですかいや、ちょっと記憶にございませんね。どうして壊れていたんでしょうか。よいしょ。 なーんかまだなんか足りんな。何が足りんのじゃ。あと何が足りないんじゃみんな教えてくれ。みんな教えて。あと何が足りないのこれには。みんなが答えないとなんかその辺にいる何か生き物がいたらそいつが生贄になっちゃうよ。いないね何も。おてんば何がおてんばなのか私。私おてんばって言われたことないけどな。 あ、そうそう、マギアレコード2期ね。あの、ホーリーマミさんがまた2期で狂ってくれるのかなと、キサラキはワクワクしてるよ。<laughs> いやー、1期がね、バッドエンドみたいなとこで終わってしまったからね。あの、ラーマギアレコードアニメ版のオープニングが好きだった。 涙も迷いも何もかも知らずにどこでどこで迷ってるのもしも思い浮かない日が明確になったら君の瞳に映った真実だけを救い取ってなら やつだね <laughs> 歌ってみたいあれラビアオープニングがとにかく好きだったあとアニメはね狂ったまみちゃんが好きだった、うん何だろうこの国難しいなちょっとコロシアム一旦一旦これにしてみようかなみんなちょっとなんかコロシアムにこれを置いたらっていうのありますかち応う今のところその歴戦の人の結婚と 王様各国人あと、お互いの使う武器と人を置いてみました。そうそう、いい歌だよね。いい歌なんですよ、ほんと。だからね、2期のオープニングも楽しみ。どんな、どんな歌が来るんだろうって。かなーコロシアム。例れ以外に、昨日の旅のゲーム、できないですか朗読とかのゲーム。あー、あるのかなー あのね、できるできないんだと、ラゲがその、あの、ほら、あのほ、あのほら、あの、テレビに映すやつの、あの、えー、とあのえーと,あえー、と、あの、ほら、スイッチとかのゲームを、ね、あの、ミラーリングするんだっけミラーリングの機器を持ってないからちょっとできなくて。えっと、昨日の旅のゲームって確か、あって PS2 版じゃなかったラゲ PS2 はちょっと持ってない。スイッチとかで出てればできないこともないけど、 PS2 とかはラーゲー持ってんだって確かゲーム出てたのって PS2 じゃなかったっけでなんかほらあのあれでしょ話の途中であの PS2 であの機能を脱がせてあのヌードシーンを作ろうと思ったけど結局ボツになったって出ていたあれでしょうーん、ちょ、うんー。 朗読とかのゲームか。あったかな、そういうの。二次創作系ってことかな。二次創作のだったら許可は取れるかな。あのね、二次創作系とかってね、配信が結構厳しいのよね。配信しないでくださいとか言うのもあるし。あるかなあったら、探して。PS、やっぱり、やっぱり。<laughs> 持ってないよ、PS2 なんて。2、8、5、6。 PS2 っていつ発売多分、キサラギ、キサラギの生まれだし2003なんだけど、2003より上手いんじゃないあれあとか一応後なのか ?PS2 は。うーん、でもちょっと、ちょっとね、厳しいと思う。ラギが持ってないから。ラギんち、昔あな、なんかパロデュースやってた時のゲームの機会があったんだけど、 もう今、母上がなんか知らぬ間に捨ててたから。なんか知らない間に気づいたら捨てられてたんだよね。パロデュース。元気かなパロデュース。今頃きっと配信、配品回収。そういえばね、ラギのランドセルなんだけどね、なんかラギのランドセルもね、今ね、どこだったかななんかどこかの国に行ってるんだよね。 なんかランドセルなんかその送りませんかみたいなのにラギランドセルあげたんだよなんかねラギはね水色のねフィットちゃんを背負ってたんだようんその時ちょうどなんかね何だったかな一番その結構いいやつ3万円くらいするやつお母さんが買ってくれてあれは嬉しかったな でもその後さ、水色背負ってきたのがさ、クラスで嫌われてる女の子とラギしかいなくてさ、あれは幼な心に絶望したね。うん。<laughs> ひどい。なんでクラスに水色がこの人と私しかいないんだっていう。あの頃は私水色好きだったんだよ。今は嫌いじゃないけど、好き子なんて気はしないな。 なきデニム生地とかの方が好きだから動きやすい服が基本的に好きなんだよね何か何かことが起きた時にすぐに逃げられるように <laughs> で、な何かあったかなそういう今今の昨日のゲームってあったっけなんかこの今この時代にはなんか昨日のゲームはなかった気が <laughs> そう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 それそれそれですよそれそう 背中にぴたりフィットちゃん。右と左が自由に動く。ええー。で、この後が何だったかなあ、そう、ラゲあれだ。プレミアムフィットちゃんだわ。プレミアムフィットちゃんだったんだよ。キサラ木は。思い出した。え、みんな、大人たちの国だよ。大人たちの国も天井灰色でいいかな。狂ってるもんね、この国も。<laughs> ひどい。 次はあれ、あれです、あれ。大人たちの国。確か第5話ってそうだよね。第5話は大人たちの国だった気が、てか、そうのはず。うん、第5話は大人、大人の国だわ。ごめんなさい、間違えた。<laughs> 大人たちなわけがなかったんですよ。<laughs> 恥ずかしいな間違えた。大人、大人の国です、大人の国。あの、やべえ手術をしてやべえ。 やべえ教育をする、やべえ国ですね。<laughs> やべえ、やべえよ、やべえよ。やばい国なのです。どうしよう、天井、なんか天井灰色続き多いね。でも、昨日の世界の天井なんて基本なんか灰色だしね。あ、あ、いいこと思いついた。半分灰色にして、半分青色にすればいいんだ。昨日がその、まだ国に希望を持っていた頃と、 もう希望が完全に捨てられた頃にすればいいんだそうしようそうしよう1,2 4,5,6そうだよね別にねだって前半の方は別に昨日は自分の国に疑問を持っていなかったわけだから半分は幸福を表してもう半分は不幸を表してもいいのか もう結局さ、その昨日の最大の謎だと思うのだけれど、昨日はなんて呼ばれてたんだろうね、前に。昨日は何て呼ばれてたんだろう。ほら、ちょっと変えたら悪口に聞こえる花の名前って、みんな思いつく私わかんないんだよね。なんかほら。 うん、黒星紅白先生はなんかチューリップみたいに書いてるけどチューリップって別に言い換えても悪口にはならないでしょこれ何なんだろうそのキノがね昔呼ばれてた名前が分かんないんだよねよいしょでやっぱ半こっちも半分はなんかキノがね、うん、家で。 普通にこのまま大人になっていくんじゃないのかなっていうのを表して、こっち側をこれからの機能を暗示て、えーと、アニメ版だと石畳だっけ石畳だったような気がする。間違ってたらごめん。なんか石畳だっけなんかこん、石レンガンみたいな感じだっけどうだっけどうだっけ どうだっけなーどうだっけどうだっけどうだっけなーなんか石レンガだった気がする。これがね、その昨日の旅立ちの方って感じだっかな決別。ちなみにラビはね、自分はすごく恵まれてると思う。 こうして配信とかだって、まあ家族からの文句もあったけど、なんとか発泡スチロールを置いて解決させるという手腕で、無事問題をクリアしているし。ラギはね、うん、自分は恵まれてるなーっていつも思うよ。ただまあ代わりに、こう言ってしまえばなんだけど、 代わりにラギアそのじゃあ家から一歩出た後が結構困難続きだったりするからね。うん。それこそさ、教師には不当にいじめられ、教師だよ。教師にさ、私一人だけさ、なんか差別されてさ、 ひどいよなぁ、教師にさぁ、教師には差別され、ゲームには、そのせいでゲーム、まぁ、あ、そのせいじゃないのかもしれないけど、ゲームにはまってゲーム依存症になり、それで中一の間不登校になり、<laughs> それでその後2年生になって学校行き始めたと思ったら、今度はいじめが始まり、<laughs> ひでひでえよ。昔のエルメスの声好きああうん。 な、なんて言えばいいんだ。ラギもさっき聞いたのよ。<laughs> これどうすりゃえちょっちょっとえな、なんですか <laughs> ごめんなさいあ別にあのそんなひどいことするつもりじゃなくてちょっと友好的なお話をしたかっただけなんですけど待ってください待ってくださいすみませんすみませんすみませんなん、なんなんですかいや怒りたいのはこっちっすよあこれどっちでやってあできたできたなんかろくなもの売ってないねこのおっちゃん このおっちゃん、ろくなもの売ってねえなぁ、さては。<ん>待って、フェイスリグが取れた。もう、あまりの驚きにフェイスリグまで取れた。もう、メール開いちゃった人止めに間違えた。もう、びっくりした。もう、開いててんの、びっくりしたー。二度と来ないで。 来ないでもう何なんだびっくりしたすっごいびっくりした。なんかさっきからなんか羊の声みたいなのするなと思ってたけど、まさか、まさか、ね、どう、どうも体だと思って、いや、どうも体ではない、あの、ええー、まさか生命体だと思ってなかった。 あのほら昨日はさあのなんだっけ名前が出てこないんだけどあの「あと何日です」って時に食べてたものを再現なんだっけなんかあったよねこうなんかアニメ版の方でさクッキー食べてたみたいな描写あったよね。 アニメ版だけが小説版にはないの。なんかアニメ版でクッキー食べてなかったそれで最後エルメス見た時にベキーってやってるから。まあ、クッキーを置いてみます。<laughs> これ、やっちゃっていいやっちゃっていいこれ。ちょっと、キサラギの心の平穏のためにやってしまっていいかやっちゃうぞ。やっちゃうよ。やっちゃうよ、お兄ちゃん。 たたたた逃げるな。逃げるな。入るな。入るな。えや みんなこっちち戻っってきちゃうのこっから離れてくれればいいだけなんですけどどっか行ってあーすまんねちょっと如月の心の平穏的に危なかった今の、まあ、心臓止まるかと思ったこれはね致し方ない犠牲なんだよみんなやっぱねちょっと今のはねもう不法侵入がかかってるからね仕方ないんだようん 不法侵入だったから、もう。ちょっと足組み替える。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。足時々組み替えないと。えー、ちょっと大変なのです。これはね、正当防衛なんだよ、みんな。正当防衛かわかんないけど。急遽不法侵入してきてるから。うん。 あと、ー,トパーツ、あと、ばつ日ですって書いておこう。よいしょ。そう、今のはね、今のは仕方ないんだよ、ゲンさん。そうだよね。やばね。やばね。仕方ない犠牲ってあると思う。うん。 今のはね致し方ない犠牲なんだよ尊い犠牲そう尊い犠牲なんだよ今のは今のは尊い犠牲だったんじゃ仕方ないんじゃえー、でここに昨日のご両親を置いておこう。 置かかななくてもいいかな最後の日だもんな最後の日だから置かなくていいか。そう、その、あのね、新機能が、新機能が刺されてしまったところを再現したくて。あー、きさらぎ、きさらぎバーサーカー。きさらぎバーサーカーですね。えーと、石だと、 石だったヘどこ,あとえいこうね刺されてしまって工夫っていうのをここの境目で見てるんだよだってエルメスに話しかけられなかったらキノはそのままなくなっていたわけでしょだからギギリギリその ちょうど亡くなるところを見ていたキノは、多分ね、まだね、国にとどまろうと思ってたと思うよ。だってほら、ね、行っても行かなくても同じ、ていうか同じって言ってるシーンがあったから、多分キノはね、エルメスに話しかけられるまではね、こうだったと思う。ていうか、エルメスがこの世界作れないんだよね。ちょっとこう、血が、血がドピュアーってなってるってあ、これ、浸しておこう、足元に。よいしょ。 ここをダラッダラッとねダラッとうわあキノにもかかってしまいそうだーって感じでうん尊い犠牲なんだよこれがでもこのあとちょっと国の名前忘れちゃったんだけど なんだっけなキノが会いに行くんだよな実際本物のキノの。お母さんに。あのシーンはな。その本物のキノのお母さんからしたら、そりゃキノがいなかったら、うん、生きてたわけだもんな。そりゃキノを殺そうとする気持ちもわかるで。みんなだってそうでしょ 自分の大切な人がさ他の見知らぬ誰かを助けるために犠牲になっていたらやっぱりどこかでは恨むでしょ私だってそうだと思うようんーボウガン持たせたらああいいね そうする。そうする。ちょっと待って。ちょっと待って。よいしょ。でも、棒が持たせられたかなできたかなど、どぶやろう。なんか持て、持てたっけこの銅像って。あ、ダメだ。置けない。よいしょ。じゃあ、じゃあ、ここに、ここに設置しとこう。 あボーガン、ボーガンもいいけど、そうだ、あの、包丁っぽくするんだったら。いや、でも矢はやっぱやめよう。包丁、包丁、うん、包丁、やっぱ、うん、ボーガンが一番いいかもしれない。うん、なんか矢、矢、矢,矢はちょっと違うな、矢は。矢は違うな。矢は違う。<laughs> 違うあー、バーサーカー、バーサーカーしてしまった。 こんなこんな感じでどうどうかな怖いね。自分で作っててちょっと怖いね。あーやばい。スマホの充電さんがあと4%だ。なんてこと。4%は危ない。よいしょ、充電。キサラギさんのスマホは、ね、いつもいつも、サラギさんの無茶ぶりで耐えていますからね、いたわってあげないと。 こんな感じでどうかなみんなどういいかなどうですかねあ、宿屋。宿が足りない。この世界宿が足りませんよ、皆さん。昨日のお家は宿屋ですよ。ベッドが、ベッドが足りません。ちゃんとテレレレレレレンを置いておかないと。 よし。うん。どうかな大人たちの国。あ、大人の国。なんで酒がたちって言っちゃうんだ私。大、人の、国。右クリックでできた待って待って待って。やってみる。やってみる。待って。 ここを、こうして。ダメだ、できない。できん、できん。ダメだ、私が構えてしまう。私が構えて。私が構えて、私が打ってしまった。ダメだ、持たせらんない。やっぱあくまで洋服しかダメなのか。 生まないラギが撃つことしかできなかった。よく飛ぶな。ええ、無理やった。じゃあこんな感じかな。こんな感じかな、大人たち。大人の国。こんな感じ 他になんか足りないと思うものあるちなみにボーガー持たせられませんでした。すまない。どうかなみんな。どう変かな大丈夫かなちょっとご茶飲むね。 どうかなどうかな理論がなければ次平和な国行っちゃいますけど大丈夫結構難しいね。国を作るというやつあれ剣とか弓ならいける本当はなんでだボガンだけ対応未実装かやってみるか。 ユンと弓。んん無理じゃない無理じゃないダメだぞ。無たせらんないし、普通に壊しちゃった。<laughs> 普通に壊しちゃったな。ダメだ。弓でも、弓、弓、弓。ダメだ。弓も撃つことしかできない。 なんでだいやモットとかなのかな持たせられるのってラギ本当完全バニラでやってるからそれなのかもしれないもしかしたらもしかしたらそれなのかもダメじゃったなんでだろう ちょっと調べてみるか待ってえー、っとあいこよ防具グ立てボウ立て武器 えーっとうんうんうーんへえー、レッドストーン信号を受けるとポーズが変わるらしい多分ダメじゃないかなブキ多分ダメだと思ううん なんか、棒豚ては、なんか、生肉とかなら大丈夫みたいなんだけど。うん。でも、ニトリは、あ違うか。多分違うと思う。なんかね、生肉ならいけるみたい。生肉とか、フグとかならいけるんだって。あ、ほんと明日の仕事、ゆっくり休んでください。 来ててくれてありがとう、えー、あのぜひ明日も見に来ていただけたら嬉しいですじトさんおやすみなさいゆっくりゆっくり休んでくださいやすみごめん反応やっぱやっぱ遅れちゃうね反応みんなみんなコメントくれたっていいんだよキサラ月さんぼっちで泣いちゃうよ なんだっていいんだよ、なんだって。なんだって答えるよ。<laughs> よっぽど個人情報に直結することじゃなければ答えるから。<laughs> 個人情報に直結することはやめてくれ。<laughs> 個人情報に直結すること以外なら何でも答えられるけど、個人情報に直結することは教えられない。残念ながら。まあ、ねえ、キサ更ギさんもね。やっぱね、うん。 怖い思いをしていますからねあーでもラビはねあれだねうんあんまりね身の危険にあったことはないかな一回あのんか知らない人になんかうんなんあのね先日えっ、ー、と5月頃5月6月 くらいだったかなーなんだけど、に、なんかラッ学校帰りで、一人で歩いてたら、なんか後ろから来た自転車の人が、急になんか、私に向かってなんか、なんて言ったか聞き取れなかったんだけど、なんか、あーんみたいなこと言ってたのを覚えてるで。しかもその人なんか自転車でさ、自転車ってすれ違う速度も速いでしょなのになんかその後、なんかまた私の方を振り返ってたのはちょっと、 ななかなかに恐怖だったかなうんしかもあのその時にその前の日くらいな前の日なんだけど確かなんかね実転歩道を歩いてたそう同じく学校帰りにでそしたらなんか後ろからのが自転車が来ていたことに気づかなくてでねリンリンってベル鳴らされてそこで気づいてえみたいに振り返ったらなんか。 なんかすごいなんかその自転車乗ってた人なんだ。なんかおじさんなんだけどすっごいなんか怒ってて、なんかおいみたいに叫ばれて、あれも怖かったな。なんか、ええー、ここ歩道なのに私は一体何をやらかしてしまったんだって、その時はちょっと怖かった。というラギの思い他に怖かったことか、何があったかな。 そんなにラギ自身は怖い思いはしたことないんだよねやっぱラギはさちっちゃいからさね痴漢とかしにくいんだと思うよ多分やっぱみんなさねこう手ああでもねラギねすっごい嫌なものあるあれラギとのちっちゃい話ちっちゃいの話なんだけどさあのさ ねラギの頭の上でさ、スマホする人がいるんだよ。ラギの頭にスマホ乗っけてくる人がいるんだよ。あれは何なのあれほんと私嫌いなんだよね。2、3、4、5、6、7。ほんとだ、人の頭にさ、スマホ乗せてくれたか、お主どういう神経にしたんなて。ねえ、ほんと。ねえ、ねえ、ねえ。おかしいよね。 そういう人ね、いるよね、やっぱり。ね、なんか、ああいう人たち、一体何がしたいのよ。人の頭にスマホ置いてさ、何がしたいんだよ、あ,あなたたちはいおい。で、しかも結構痛いんだよ、頭にスマホ置かれるのって。結構痛いんだよ。なのにスマホ置いてくるからな、あの人たちって。ほんと、ほんとよ、 ゲンさんはダメだよ。ゲンさんはそういう大人になっちゃダメだよ。<laughs> なんて、なんて言ってみる。ま、あれは許せないよ、キサラギ。その歩道っとね、歩道、キサラギ3大嫌いなものなんだけどさ、歩道でビルを鳴らすものと、あの、人の頭にスマホを置くものは本当に嫌い。あのね、ゲンさんがね、笑って言えるのね、やられたことがないからなんだよ。やられたこっちゃね、もうね、怒り浸透なんだよ。 なんだこいつ人の頭にスマホ置いて有々自的になんかしやがって私の頭はスマホ置き場じゃないんですけど <laughs> でね、そういう時はね、だからね、背伸びしてね、もコンコンってね、頭でね、スマホを打ち返そうと努力をしている。よ。でも気づかないんだよね、そういう人って。<laughs> 気づかないよ。気づかないよ。もうずっと人の頭にスマホ置きっぱなしなんだよ、ああいう人っていうのはさ。 もうラギもね、ラギも腐って言える側の人間になりたかったよ。え、ね、もうラギもな、身長がな、160センチくらいあってな、なんかな、モデル体型だったらな。そしたらもう、え、そんな、そんな人に頭にスマホをくれるなんてことな、ね、いもん、つって、笑って言えたんだよ。くそー、くそー、ラギも大きくなりたい。なんかね、背が伸びなかったんだよ、キサラギさんは。 なんかもっと、なんか、キサラギさ、牛乳大好きだしさ、もっと身長が伸びると思っていたのですよ。牛乳大好きだったし、メグミルク飲んでたし、あ、メグミルクじゃなあのね、知ってるかなセノビックココアっていうのがあるんだけど、ラゲはそれをずっと愛用して飲んでいたんだよ。なのに背が伸びないんだよ。みんな、みんなセノビックココアで背は伸びないんだよ。1センチ伸びたらいい方なんだよ。 起きやすいんでしょうーん起きやすくないもん。起きやすくないもん。高さがちょうどいいんだろうな、144っていうのは。みんなも、みんなも腕置きなのか。くそーうーん。起きやすいんだろうな、ほんと。ほんとよ。起きやすいんよ、多分。みんなに起きやすいんだと思うよ。はーん。 悲しい。どうすれば、どうすればスマホが置きにくい頭になるんだろうか急ボ。急ボ。スマホを置きにくい頭になる方法だよ。もうーもうやだー。もう頭にスマホ置かれたくないんだよ。だけどもう頭にスマホ置かれ,置かれる人生になりたくないの。うーん。 難しいな、平和な国。平和な国難しい。もうみんなは、みん、これを、これを見ているあの、ね。この、おそらく4人の方は、絶対あの人の頭にスマホ置いちゃいけないんだからね。もう枯れた側は結構、結構怒ってるんだからね。もう枯れた側は怒ってんだからね。スマホ枯れた側は。 もうみんな人の頭にスマホ置いちゃダメなんですからね置いちゃダメなんだからダメだよみんな置いちゃあとちっちゃくて困ることなんだけどこれなんか前にも何かで言ったような言ってないような。 ようなような気がするんだけどあのねちっちゃいと何が困るかっていうと高いところのものが取れないそれがね困るよねほんとほんと困るんだよ高いところのものが取れないのってこう踏み台とかをいちいち持ってこないと取れなくて 時間ロスだよななっていいつも思いながらわしは石を取りに行くんだじゃないダメ台を取りに行くんじゃよみんなはダメだよ人の頭にスマホを置いたりねえしちゃいけないんだからなダメなんだよ それで傷つく人間がいることを忘れてはならないのじゃあなんだろうちっちゃくて困ったエピソードってそんなにない気がするあのね洋服がいつまでも着れるっていうのはいいことだと思うキサラギあのまだあの一番長い服だと小学5年生の時に買ってそのまま着れている服があるうん 小学5年生の時に買った服がねまだ入るうんそれはいいことかもしれないその本があー本じゃない服がずっと着れるっていうのはメリットなのかもしれないでもね逆に言っちゃえばねずっとちっちゃいままだから見た目年齢がねいまだになんか中学生って言われて はいって思う時はあるよね。なんかラギ的イケてるファッションしてるのにさ、なんか中学生が無理してきてる感があって悲しいんだ。なんでだろうか。キサラギももっと、ね。なあなんだろう、うキサラギがもっとさ、身長170、170? くらいのさ、モデルさん体型だったら、きっと、今頃、もテてもての人生だったんやろうな。超もてもての幸福人生やったんやろうな。なぁ。ふふふ。なぁ。悲しいなぁ。もうラギほんとさ、 ほんとさ、うん、もう、恋人とかいたことがなくてさ、なんか、ね、さっきその、ね、な、なんていうの、恋愛描写が出てきた途端に、その本を購読,読するのをやめるって言ったんだけど、んとさ、なんか男女の恋愛ってさ、どうやって始まるんだって感じなんだよ。ラーギは誰かに告白したことがされたことがないからさ、わかんないんだよね。 ねそういう人との恋愛が、ねどうやってご成就なさるんですかとか、本当に知らないんだよね、もう。心に来るよね。きっとさ、ラケがさ、身長が、身長が言うね100、170センチくらいのさ、バストがバインバインのお姉さんだったらさ、今頃人生違ったんだよ、きっと。きっとモテモテだったんだよ。うわー <laughs> 悲しい。悲しいな。まあ,あでもね、ラビ個人としては編入の女の子の方が好きだからね。巨乳はね、あのね、これあの、下ネタの話になってしまう。下ネタでもないんだけど。こうあのね、ほら、ホロランプの船長も前行ってた気がするんだけど、 あの、胸が大きいとね、なんかね、てか胸大きくなってもそうだから多分大きくてもそうなんだろうなって思うんだけど。あのね、胸のね、下にね、汗が溜まるんですよ、みんな。みんなわかるかい あと、今、今、ラギーずっと何をやってるかっていうと、置くブロックがちょっと思いつかなくて、そのなんか視界を切るブロックを置きたいんだけど、どんなブロックだったらいいかなって思って。こう、そのさ、ね、見えないようにしてるっていうのを表現したくて。見えない、見えないようにっていうのを今考えてるんだよ。見えないように。 なんだろう、思いつかない。なんか汚い,の汚い壁があったらいいんだけど。なんか独特しい色の壁があったらいいのにな。あ、青色、村、青色のテラコった。青色ってどんな色あ、これいいかもね。 こうやってさ、結局あの、汚いものに蓋をする感を表現したいんですよ、キサラギさんは。ね、結局その、片方では争いをやっているけど、一見平和なんですチワって言ってる感じを出したいんだけど、難しいなぁ。ならなくていいかも。ごめんなさい、喉が鳴った。喉が鳴ってしまった。やー 鉄格子とかの方がいいのかな <laughs> 鉄格子かなそのなんか見てみぬふりをしている感を出したくて。うん。難しい。これはなかなかの議題ですよ。鉄格子の方がいいのかも。こんな感じで。 汚えものに蓋をする感です。よ。どうかなだって結局この国はさ、結局戦争の代理となることはやっているわけで。なのにそれを結局認めていないっていうのでね。うん。難しいな。 何を置けばそれっぽくなるんだろう。平和な国、何が平和なんだろう。うーん、なんだー。うん、うわ、うわ、ん、眠い。眠い。ちょっとこれ終わったらちょっとか寝てしまおう。眠、う、い、ん。なんでだろう。 今日別に早起きしたわけじゃないんだけどね。やばい。フェイズリグが取れてしまうと。やばいあーやばい。フェイズリグが戻らない。なんということでしょう。なんということでしょう。フェイズリグが戻らないではありませんか。あー。なんてこと。なんてこと。パッパラピー。<laughs> やばいやばいよ。 やっぱ、ここもつけといた方がいいかな。でも、つけておくと、このガラスがな。天井、そうだ、天井考えなきゃ。なんか、こう、ないですか、みんな。唐突になんか、眠たくなることってないですか。やばい、フェイズ、やばい、なんかね、ラビはあるんですよ、そういう。今の今まですっごい元気だったのになんか、 急に、急になんか、くっつり糸が切れたように眠くなる瞬間があるんですよ。あるんですよ。みんな甘いですかそういうのなんか、アクビスがなんかすごい眠くなってきてるのって。うん。いや、寝打ちはしないよ。寝打ちしたら、そしたらあの、回線が消えて、お茶物になるだけなので。はだお茶になるだけだから。 寝落ちとかは多分ラゲはね、今後も、ヒッえあ、これすな。やばい <laughs> … 人がいない人がいない 霞んで何も見えない <laughs> やばいやばい,やばいちょっと、れは寝落ちするかもしれない。いや、寝打ちしないから大丈夫なんだけど。どうかな平和な国に。こちらの、この二人の平和が保たれる代わりに、こっちの平和を保たれないっていうの、どうでしょうどうでしょう 第 1>, 1巻、第1巻の部がこれにて終わりました。みんなどうだったでしょうかじゃあ続いて、第2巻に移るところで、ちょっと第2巻はね、みんなあの、横に並べていくのではなくて、上に並べていくとになっているので、階段を置きましょう。ちょっと絡めて出てきちゃったらどうしようか。どうしよう。ちょっとティッシュ閉じてくるか。 よーこれは来さらげた眠気が返しとればよかったはい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 。はーい。は <laughs> <laughs> ー,い,やーい,い。はーい,いよ。いいよいしょ、イヤホン車掌は。イヤホンあ真28分なのでして、もうワンナイトなのでして。 はい。というわけで、キサラギのうちの Wi-Fi は29分に切れてしまうので、本日はこのあたりで終わります。明日はあの、えーと、えーと、あの、たし確かあの、出会い、出会い、えーと、マッチングアプリで出会い中をしてみぞっていうのを配信するので、見に来ていただけたら嬉しいです。現在、キサラギさんには、あの SBS オーディションというものに参加しているのですがそう、こちらのオーディション、その視聴者様のコメントの、はんえー、とそのコメント、多分あの反応とか盛り上がりだと思うんだけど、っていうのも評価に入りますので、皆様の、ね、お,お時間あればコメントなどいっぱいしていただけたらとっても嬉しいです。はい。 といったところで本日はこの辺りで終わりたいと思います。来てくれてありがとう。目に来てくれてありがとうございました。それではー、終わり。